皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、こんなところでこんなものを拾った、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。何か面白い経験があれば教えてください。私は中央線のある駅の大便用トイレで、プラダの新品の財布を拾った。まだ新しく新品の匂いがした。なんでこんなところに、ただ金は入っていなかったよ。釣りが中身を抜いて捨てたんだよ。運転免許や郵便局のキャッシュカードは拾ったなぁ。あと今使ってるテレビもゴミ捨て場から持ってきたよ。そういえば昔神保町でボストンバッグを拾った。札束が入っていると思って開けたら服が入っていた。3回ぐらい ATM の前でキャッシュカード拾ったな。全部届けたけど、自分の落とし物が見つかることはないのに。ラブホテルの真ん前でセカンドバッグ拾った。中開けたら社員証に保険証、保険証に挟んであった1万円札、部屋の鍵などが入ってた。警察に届けたら速攻で持ち主がわかりお礼に家に来たんだけど、どこに落ちてました?と聞かれて、こっちが困ってしまい、言いづらいんですけどホテルの前で。と言ったら、あ、行きました、と明るく答えられて困ったよ。20年前小学生だった頃、海岸で人の下顎の歯を拾った。どう見ても人間の歯だった。怖くなったので台所の生ゴミの中へこっそり入れておいた。ある古本屋で本を買った時に、真ん中あたりのページに最初に買ったと思われる人の娘さんが作ったと思われるしおりが挟まっていた。パパあんまりゴルフに行かないでね、と書いてあった。本と一緒にこのしおりも売ってしまう父親の心境はいかに。駅のトイレで色写真を見たことがある。ラブホでカップルが撮った写真のようだった。拾うかと思ったが、これを拾うと怖い兄ちゃんが出てきて因縁をつけられるのでは、などと妄想が浮かんできたので、そのまま便所を出た。携帯を何回か拾ったことがある。ある時に拾った携帯の登録番号を見たら、〇〇射撃場やピストルや銃がつく名前がたくさんあって、直感でこれは怪しい人のもんだと思って、どっかの公園に捨てた記憶がある。ただのガンマニアじゃないのかな。拾ったとは言わないけど、海に行って普通に砂浜歩いてたら注射針が刺さってたことがある。駅前の電話ボックスでバラ族を拾った。同級生の中で回し読みして先生に見つかった。ブリーフ1枚にネクタイ1本の中年男が立ってる写真が印象的だった。朝日銀行の ATM のところで富士銀行のキャッシュカード拾った。適当な富士銀行に届けたら粗品のガラス食器くれた。会社の図書室の本を借りて帰ったら旧1万円札が挟んであった。飲み台に消えた。始発で家に帰った時に、近所のゴミ捨て場に大量の週刊誌が捨ててあったのでいくつか持って帰った。その中の一つに2万円が挟まっていた。朝6時半頃だったがそれを見て眠気が飛んだ。その月は苦しかったので頂戴して生活費に消えた。コンビニの横にあったゴミ箱を覗いたら、賞味期限を少しだけ過ぎた弁当がたくさん落ちていた。その月は苦しかったのでありがたく頂戴した。それはやばいだろ。小学生の時ヤクザの銀バッジを拾った。家紋で近くの組だと分かったので事務所の前まで行ったら、明らかに何かを探しているお兄さんがいた。そのお兄さんにここの会社の人ですか、と言ってバッジを見せたら、レストランに連れて行ってご馳走してくれた。家に帰って親にそのことを話したら青ざめてたけど、ATM でキャッシュカードを拾ったので内線電話で行員を呼んで渡した。後日落とし主からお礼の電話をもらったが、相手のおっさんがやたらと、
お礼にご馳走したいだのどんな感じの人、とか言ってくる。新手のナンパか、危うく俺が落とされそうになったぜ。学生時代に金がなくなって死ぬほど困った時に、神社の前で5000円を拾った。神様って本当にいるんだなと思った。今まで3回遭遇したけど、ATM の前に立ったら蓋が開いていて、中に万札が10枚以上ってことがありました。持っていけと悪魔くんが囁きましたけど、身元を特定されてしまうと思って行員さんに連絡しました。カードを財布にしまって安心しちゃう人が多いと聞きましたが、現在ではお札の取り忘れには警報が鳴り、蓋が閉じてしまうようになって、こういった事例はなくなりましたね。朝起きたら家の脇の窓の外に1万円札が10枚ほど散らばっていた。結局アパートの上の階の人が間違って落としたものだったんだけど、そのまま思わず猫ばばしそうになった。近所の公園で仏像拾った。警察に届けたけど結局落とし主現れず、引き取ってくださいって言われたけどなんとなく怖い。落ちてたスナック菓子を拾って食べた。30円のやつ。親に怒られた。小学生の頃目の前に風に乗ってひらひらと1万円札が、拾うと思ったらおじさんが追っかけてきてた。エロビの自販機なんかで釣りのお札なんか残ってることをし、やっぱ買う人が焦ってるからか。うちの近所ではそれを狙って日曜日の早朝に小学生がエロ本の自販機に群がる。結構拾えるらしい。駐車場の出口の精算機にお金を入れたら、お釣りが出てこないので調べたら、お釣りの出てくるとこの金属板が曲げられていた。元通りにするとそれまで溜まってた小銭が大量に出てきた。それはざとかも。俺の聞いた話だとお釣りの出てくるとこに両面テープつけて、後で回収に来るやつがいるとか。2年前部活終わってスパイク脱いで水飲み行って帰ってきたら、スパイクの中に G-SHOCK が入ってた。みんなに聞いたけど結局持ち主がいなくて俺のもんにした。ちょうどクリスマスイブだったのでサンタさんからのプレゼントだと思う。とてつもなくでかいドイツ製の冷蔵庫を拾った。通過家の前に放置してあったので、邪魔だからどけようと思い、電源を入れてみるとまだ動いたので、ガレージで釣り餌なんかの保冷庫にした。しかも一番下の扉の奥から、なぜか12万円入りの封筒を発見。かなり儲かったと思ったが、数ヶ月後邪魔になった冷蔵庫を処分するため市の清掃課に引き取ってもらったところ、2万円を支払わされた。でも10万丸儲け。小学生の時近所の空き地で放置された公衆電話を拾った。友人と協力して家に持ち帰り、ドライバーと金槌を駆使して分解。中にあった10円玉50枚を2人で山分け。友人のお話だが、高速道路の脇の側道をバイクで走っていたら、セーラー服や下着一式を拾ったそうな。気持ち悪くて草むらに投げ込んで帰ったが、後日タクシーの運転手が近くで女子高生を考察、全裸死体を遺棄という事件があり、友人は一応警察に行ったそうな。警官と一緒に探しに行ったが、ちょうど道路公団が草刈りの真っ最中でとうとう見つからなかった。10年ぐらい前に成田空港のトイレでオートマチック拳銃のマガジンが落ちているのを見たことがあります。弾は入っていなかったんだけど、東京競馬場メインスタンド下の自動発見機のお釣りの出る部分に7000円が、どうやら俺の前に馬券を買ったおっさんが忘れたらしい。おっさんを呼び止めようとしたが、発送時間が迫っていたためか慌てて行ってしまった。っていうか人がたくさんいたのでどのおっさんだったか見分けつかず。それを資金にして買いたすがかすりもせず。
自分の博才のなさを呪った秋の日の夕暮れ。下北沢の路上で女のパンツ拾ったことがある。しかもなぜか2枚重ね。小学生の時50センチくらいのワニを拾って大騒ぎになった。地元の新聞にも載った。ちっちゃい時草むらで5000円札拾った。嬉しくて家にいた姉に言ったら、好きなだけおやつ買ってこいってことになって、近くのスーパーでおやつを買った。好きなだけっつってもちっちゃかったから1000円分ぐらい。帰って姉におやつを渡すと、お釣りは、と。まんまと4000円渡してしまった。そのまま4000円は姉のもの。今思うと悔しいが、その当時はおやついっぱいの方が嬉しかったんだろうな。ルーブル美術館で使用済みコンドームを見かけた。誰がこんなことしたのか意味がわからなくて本気で考え込んだ。みんな結構いいもん拾ってるんだな。羨ましい。終わり。